ミンミンの焼き餃子、セミ餃子ですね。10個できました。なめこの味噌汁に、これはつぶしと生姜入りの卵焼き、調味料の天ぷらですね。ではいただきます。ミンミンのセミ餃子、もう何年ぶりだろうな。これどう久しぶり。久々に食べたら美味しい。うわこんな味だったのかな。これ一袋で78円です。もうお得お得。つくしはね、とっちきたやつなんでただです。危ねえ、忘れそうだったな。ゴーフォーブロック、当たってくれよ。これはね、いつも忘れるんですよ。今日は大丈夫、OK。 相変わらず、なめこは美味しいね。この豆苗のね、きんぷらもサクサクしてうまいんですよね。軽い味っていうのかな。あー、バイバイになっちゃう。いっちゃうからな。うまい。うん。今度は春ですね。あったかくなって、もう行ってる間に桜が咲くんでしょうね。もう来週早いか。来週過ぎたぐらいかな。毎年ね。もう花粉の季節は優秀でしょうがなかったんですよ。豆でもきつくてね。でも病院でアレルギーの薬をもらうようになってからもう全然マシですね。本当に体調変わったみたいな感じ。今春休みか。学生の頃って春休みとか夏休み何してたのかな。大学の時はアルバイトしてましたけど、高校の時とか何してたのかな。
バイトしなかったし、高校の時は。受験も終わってんだよな、もうな、高校とかも、大学とかも。新しい環境で新生活をスタートさせるってわけだね。最近ね、食欲の波があるんですよ。昨日は全然食べる気しなくて、朝から何も食べてないですね。夜になって卵焼き食べただけ、全然お腹つかないですよね。今日は朝から普通に食べてますけど、なんだろうな、これ季節の変わり目とかかな。100枚なんだけど、100枚になれちゃうとこっちの方が食べ応えがあるというかね。100枚もそれはうまいんだけど、どうしても量食べちゃうんでね、美味しくて。100枚ちょうどいいな。学生時代は米をね、1日7合食べてましたね。朝2合、昼2合、夜3合、合計7合ですからね。下宿生活だったんで、自炊ばっかりですよ。当時はそんな今みたいなファミレスとかもないしね。でもまあメニューといえば大体決まってきて、朝はもう適当にインスタント味噌汁と漬物なんですけど、昼は学食で安い定食を2人前ぐらい食べてね。夜はもう卵焼きと肉じゃがの比率が多かったですね。簡単だし。あとね、札幌一番の塩ラーメンか味噌ラーメンでご飯食べるとかね。でまあ自分の作った食事費用、最大にまずかったのがスパゲッティをパスタを入れて、それをポン酢につけて食べるっていうのをやったことあるんですよ。もう米もないし、その時家にあったのがパスタしかなかったんで、ポン酢のつけ麺にしたらね、めちゃくちゃまずかったですね。あれは合わないな。普通ね、ポン酢は何にでも合うんですけど、やっぱパスタには合わないのかな。なめこと、えのき茸、きのこ類はね、体にいいということで、積極的に食べようと思ってます。それに地元の店じゃね、安いんですよ、やっぱりね。それを2回か3回に分けて食べるとお手軽に節約になりますしね。
確かキノコは抗がん作用もあるという記事があるんですけどね。噛んだ時はね、怖いですからね。ミミの米餃子うまいな、これ久しぶりに食べたけど安いですね。味もそれなりに美味しいから、これいいね。10個も食べたらお腹いっぱいになるよ、これ。あれ？今日は口の調子がいいよ。あ、なんだろう。あとね、口に物にして食べるでしょ。普通は両側の歯で食べるでしょ。でもね、もうふさぎっちゃったもんだから、こっち側に食べるのするともう、噛めないんですよね。こっちはばかりでこう硬噛みになっちゃうんですけど、今日はなんか自然に普通に食べれるな。こういうのはありがたいね。食べれる。感じで言えばわずかな感覚なんですけど、旨味がね出てきますね。外水の晩ね、ドブに足突っ込んじゃってサンダル履いてたんですけどね、サンダル吹っ飛んで片足だけドブに足突っ込んで、足の方が皮が剥がれちゃって、昨日足痛くてしょうがなかったんですよ。まだ痛いけど昨日は痛くないな。顔ビヨーンとむしゃしね痛かったんだけども、暗いと見えないんですよね。これね、朝日のドライゼロフリーのノンアルなんですけどね、これうまいっすよ、すごい。なんか本当にビール飲んでるような感覚で。さあ、今日もおいしくいただきました。ありがとうございます。まだまだね、ちょっと寒暖の差があると思いますが、皆さんも体に気をつけて頑張ってください。では、ごちそうさまでした。